はい、どうも、僕です。本日は猟奇の日本というゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲーム、以前アリスというゲームがありまして、工事現場から、アイテムをいろいろ取ってね、脱出するという、そういった感じのホラーゲームを作られていた制作者さんなんですけども、今回アーリーアクセス、早期アクセスでね、この猟奇の日本というゲーム作られたみたいなので、やっていきたいと思います。はじめころ。上書きされますがよろしいですか？やってないので、上書きもクソもありません。エピソード1、今回この、一応アーリーアクセスなので、エピソード1しかできないみたいなんですが、こちら、なんかね、エンディング3つぐらいあるんだって、だから3つとももし回収できそうだったら回収したいなと思っております。やっていきましょう。僕ほどのホラーゲーマーになるととりあえずノーマルでやるよねとりあえずノーマルでやるよね。エピソード1、よっしゃ、楽しみですね。どんなゲームなんだろうね。実写。俺は都内で働く会社員だ。いいね、いい映像。毎日会社までは満員電車に乗り、家から駅までは車で通勤している。そうそう、みんな満員電車とか乗ってる？うちはね、田舎だから、基本的には電車移動なんだけど、田舎の人って基本車移動が多かったりするじゃん？僕はね、電車だけどね。でも都会の人は多分満員電車乗ってんだろうね。大変だね。うちは田舎だからね、満員電車あんまないんだ。何の話？東京は人口があまりにも多いため、家賃相場が高い。だろうね。そのため多額の生活費がかかってしまう。俺は出費を抑えるため治安が悪いが、家賃相場の安い地区に住むことにした。治安悪いんだ。やだね。不運にも俺は会社からの帰宅途中にどこかで車の鍵を落としてしまい、真夜中に車の鍵を探す羽目になったのであった。ライトを点灯すると敵に見つかり、敵出てくんだ。出てくるだろうね。車の鍵を探す。これどうやるんだ。ちょっと待て、すっげえやりづらい。なんだこれ。バックとかねえのか。すっごい指定移動が難しい。なにこれ。マウス使わないタイプ。なんだこれ。ちょっと待ってね。これが走るね。オッケー。スタミナとかはなさそうだね。これちょっとみんな酔っちゃうかもしれない、この画面。しゃがむ。しゃがむは押しっぱなしじゃないとダメ。おっせしゃがむ糸をするやついんのか、これ。めちゃくちゃ遅えぞ。うわ、めっちゃやりづれえな。車の鍵が必要。車の鍵ってなんだ？で、フラッシュライトは消したりつけたりできるけど、これ消す必要あるのか？わかんねえな。まずはじゃあ車の鍵を探せばいいのね。オッケー。これマウスいらないんだ。ちょっと待てよ、やりづれえな。とりあえずじゃあ車の鍵探しに行くか。この辺にあるんじゃない？とりあえずは。そんな遠くに持って行ったりする？ちょっと待ってね。これなんか、いい方法ないかな。これがいいか。めちゃめちゃやりづらい。この先に行く必要はない。そら知らんけど。それはそっちの都合でしょうが。僕は行きたい。何？なんか今あった。門が閉まっている。台があればよじ登れそう。台ね。台とかあるんだ。何この視点。すごい。なんか、あれみたい。バイオハザードっぽくない？ワンとか。ポスターがあるね。なんて書いてるのか全く見えないけど。まあいいか。ちょっと待って、これ。めちゃくちゃ使いづらいんだけど。これでくるっと回って、前か後ろかってことか。この先関係なさそう。いや、知らねえ。それは知らんけども。こっちは行けるよね。関係ないんだ。何？じゃあ行くようにしないでよ。ちょっと、マジで。ちょっと待って。これむずい。視点のさ、画面の明るさちょっと上げようか。これちょっと暗すぎるね。マウス使いてー、これ。めちゃくちゃむずいぞ。で、感度が良すぎて、うろうろしちゃう。家の中だな。この音楽的にも多分敵は出てくるんだろうけど。リフォームの工事中。周りに資材が乱雑に置かれている。リフォーム中なのに。行く必要ないんかい。今のリフォームもじゃあ必要ないやろ。何の意味があったんや。
いい家も多いけど、これ雨だね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ雨だわ。雨やだね。雨の夜の街って、うわー、何これ、虫いっぱい。なんか聞こえる。なんか聞こえるっていうか、もう虫がやだ、虫がやだ。虫、何これ。すっごい聞こえるぞ。なんだ。なんだなんだな。生ゴミと嘔吐物の混ざったような悪臭がする。建物からも人の気配がする。人の気配がする。え、ちょっと一回電気しとく。何？あ？音はする。え、なんかいる。なんかいる。あ、なんかいる。なんかいる、みんな。ライトつけてみる？なんかいるわ。え、あれ絶対ダメだよね。あれは多分ダメなやつだよね。でもあれいいかな、ストーリー進まなそう。ちょっと一回無視して。いや、行かれへんのかい。行かれへんのかい。絶対行かないとダメだね。え、これ角材で後ろからどつくとか、できないんだね。いや、絶対ダメなやつだけど、まあ、行くわ、ストーリー進まないっぽいから。気持ち悪い。あ、ムービー入った。何ここ気持ち悪い。なんか食ってる、なんか食ってる、緑のやつが。何何何、誰、今の誰。モンスター的なのいるけど、なんか家みたいなとかチャリとかあるけど、何何何。ちょっと待って待って待って、何今の殴られ方、何今の。ちょっと待って、無理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 。ちょっとめっちゃむずいんだけど。不審者からの逃亡。いやいやいや、セーブ入ったわ。ちゃうのよ。何何何何何。これ後ろ振り向かれへんねんけど、バックできへんかな。ちょっと見た、あ、ま、負けた。え、巻いた。あ、巻いた。え、巻いた。いるわいるわいるわ。どうしようええー、前にいるんだけど、前にいるんだけど、なんで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 前にいんの。ちょっと前にいるんだけど、なんでなんで前にいんの、あいつワープする。ちょっとみんな見えてるかな、前にいるのよ、なんかさっきから。なんでなんで、行く必要ない。いや無理なんで、俺が行かせてください。ちょっと待って、あいつ横通り抜けれる。ダッシュ、いける、抜け出せるぞ。え、これ左が工事現場ね。オッケー、分かった。左が工事現場。ちょっとこれ巻こうか。ちょっとこの視点難しいんだけど。ちょ、死んだー。ぼーじゃないのよ。ぼーじゃなくて、いや、続きからだろう。ちょっと待って、何今の。ちょっと待って、しかもこっから。ちょっと待って。逃げれるってことは分かったわ。逃げれるのは分かったけど、とりあえずあの工事現場に行かなきゃダメってことだよね。なんかそれっぽいよね。あいつを巻いて、工事現場に行かなきゃダメと。いるんだよね、ずっとあそこに。あ、向こう行った。ラッキー。前にいる。なんで？なんで前にいんのって。でもあいつバカだから気づいてねえわ。気づいてねえもん、ほら。何に反応してんだ？足音か？何に反応してんの、あいつ。これしゃがんでいったらバレないとかある？バレないんじゃないこれ。あ、バレないかも。前にいる。なんだあいつ、なんでワープするんだ。これバレないんだけど、めっちゃ遅いけど。あ、バレた、当たんない。当たんないんだけど。なに。これどうしたらいいのこれ。押し込めねえわ。なにこれ、ちょっと当たんないけど、ちょっと逃げていい。逃げれんだ。むちゃくちゃやな、このゲーム。ちょっと待って、あの工事現場多分行かないといけないと思うんだ。あそこしかヒントがねえからさ。多分そこにあの、ちょっと逆。あの、あれでしょ、車の鍵が落ちてるというか、どうせ結局そういうことでしょ。
ちょっと待って、今僕どこにいるん、どこにいるん僕これ、え、前にいる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 、ちょこれ自分がわからんくなるんやけど、うわ追い詰められた、どうしよう、まあしゃがんだら無敵だけどね、行き場所ないんだけど、ちょめっちゃ扱いづらい、ごめんねごめん、酔っちゃったらみんな、これ何踏んでん、この雲みたいなの何、雲みたいな重機、ツールを拾う、何、え、タブだっけ、あこれだ、所持アイテム、うん、うん、だってみんな、あこれか、捨てられていた市販のツール、ああちょっと待てよ、なんかあったな、足場があったら乗り越えれるかもみたいなの最初の方にあったよね、あれか、あれで使うのか、なんだこの丸太みたいなの、よくわかんねえ、あじゃあドラム缶だこれ丸太が置いてるわけねえなとは思ったけど、え違うのよ、工事現場行かないといけないんだよね多分これ、いやべ、このゲームなんか知らんけどさ、工事現場好きなのよこの制作者さん、だから工事現場に行けばいいと思うな僕は、ちょっとこの視点めっちゃ難しいんだけど、あのバイオハザード的な視点めっちゃ難しいんだけど、ここなんか入れるぞ、なんだよ、しいいショートカットかと思ったら前にエリアないか、バカなのバカなのバカなの、ここ工事現場だよねさっきの、うん、いけないよね、確かいけなかったよね、やめて、ちょっと今の殴られ方見た、今みんなあのアヘーみたいな、アヘーみたいな殴られ方してましたね、ちょっともう現場行きてんだって、僕さ帰り方も、うわいるわ、一番最初の場所に戻りたいんだけど、なんでワープしてくんの、なんなのあいつ、腹立つ、なんかだんだん腹立ってきた、あいつ絶対前にいいんだよ、もう無視だ、無視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 、なんでお前会いに行くんだって、ちょっとみんな伝わらないかもしれないけど、これめっちゃむずいのこの操作が、あここ最初のとこだよね、ここにスールがどうのって書いてあったんだよね、いけないじゃん、いけないじゃん、いけないじゃん、ナイス、僕ナイス、ナイスでーす、余裕だ、あいつ余裕だぞ、あここだねここだね、ここで使いたい、そのスツール使いたいよ、使いたいけど今とりあえず目下追われております、あいつ巻いたな、巻いたけど音はずっとしてる、これ自分の車だよね、ここが自分の車ね、ちょっとマップ把握できん、いやいるわ、あそこにおられるとだるいな、ちょっと待てよ、なんであいつんで攻撃してくんだ、何のために攻撃してんだ、えこれしゃがんでいっちゃう、しゃがむとバレないという特性を生かすなんだこれ、あの家を照らしてるライトさ、あれ絶対敵のライトなんだよ、僕じゃないと思うんだ、いや僕か、あれ僕上向きにライト持ってんのか、あれバカだからこっちにいますよみたいな、僕はしゃがんでませんよみたいな、えすっごいむずいんだけど、すっごいむずい、いるじゃんいるじゃん、前に前にいるじゃん、頑張ったのに、頑張ってここまで来たのに、なんで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 、ここスツール、ここスツール、えここじゃなかったっけ、ちょっとめっちゃむずいよ操作が、ここで巻く、ここで巻く、ここで巻く、よし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 、ちょっと慣れてきた、ちょっと慣れてきたよ、ちょっと慣れてきたよ、ちょっと慣れてきたけど、あいつどうやって逃げればいいんだ、うーわあいつ、え案外足速えな、えここ入れる、ここ入れる入れる入れる、よしショートカット、うーへいへい、ダメだった、あぶねえ、ちょっとちょっとちょっとマジでめっちゃしつこいんだけど、あいつ車のとこ行こうぜ、あいつしつけえな、なんだどうやって巻くんだ、お負けたけど、あれあそこじゃなかったのか、ここでスツール使えたよね、こっから抜け出て最初ね、でここでなんか足場があればなんたらかんたらって言われたんだよ、あ、いけるいけるいける、
よじ登る。今の絶対足ゴリゴリにやったやろ今。足ゴリゴリにやられたやろ今お前。絶対ザクザクいかれてたよ。あの尖ってるところに足ゴリゴリ。前にいる。なんで？なんであいつ前にいんの？腹立つ。でここの自転車置き場に入ったからって何なの？これ何があんの一体？ここになんか、あ、ここに車の鍵が落ちてるとか、そういうこと？そういうこと？そういうこと？くまなく探せ的な？無理無理無理だっているもん。あいつ。ほら。あいついるもん。しかも出れなくなっちゃった。ここで負けってことか？この自転車を使って負けってことだな。あ、バレてねえ。あいつバカだ。よしよしよし。あ、なんか入れるぞ。あ、開けてください。入れへんのかい！入れへんのかい！無駄な時間使わせやがって。ただのショートカットできる。びっくりした。なんでいんの？ポーじゃねえって。あったー。もうこれ見つけるまでめっちゃ時間かかった。10分ぐらいやってた、ずっと。みんな椅子を探すのに10分かかったよ。もうその間にめっちゃ上手くなっちまった僕このゲーム。もう全然当たんないよこいつの攻撃。もうねこいつの攻撃は当たらないっていうことが分かったわ。いや10分ぐらい探してたマジでこの椅子だけを。もうめちゃめちゃ大変だった。こっちに行って、これが工事現場になっちゃうから、もう一回戻ろう。こっちからの、待って。今はダメ。今は違うでしょうよ、今は。この辺にショートカットなかったっけ？あった。待って、なんかある。行き止まりだ。無茶じゃない、それ。無茶じゃない、いけたー、いけましたー。そんなことある？行き止まりの前で待ってるやつ、逃げれることある？そんな脳幹なやつおるの？待ってね、これが工事現場だ。逆に方向行かないとダメなんだよね。工事現場じゃない方。あれ、あいつまだ追ってる？だいたいこれぐらいで逃げねえんだけどな。ここかな、ここだね。ここの中に一旦逃げようか。一回巻いて、ここで巻いてもさ、こいつ結局さ、なんか固定されるんだよね場所。ここで巻くじゃん。あ、ここで巻けたのいい感じかも。ここでスツール置いて、うわやっといけるわ。めちゃくちゃ時間かかったぞ。なんだ今の悟空みたいな言い方。で、これゴリゴリすんのね。ゴリゴリっとね。ゴリゴリっとして。これ前にもいんのよ、どうせ。分かってる。知ってた。知ってんだけど、この辺で視点変わる。で、どういったっけ？僕なんかさっき、なんかあるぞ。今なんかあったな。やっべ、これ。これはやばい。あぶね。ここになんかある。どこ行けばいいんだ。行く必要はない。むちゃです。え、これ帰れないんだけど。うわ、これずっと追いかけっこじゃん。おお、行けた。やめて、今行けたじゃん。今ちょっと怒り収まったやん。って言うてます。って私言うてますけども、ここだな多分。これだ。なんだこれ。え、足場の下は鉄骨などがむき出しになっており非常に危険だ。無理、そんな言われたかで。うい、死んだ。みんな帰ってきたよ。あとはバレずに行くだけ。非常に危険なんだよね。これでもさ、危険って言われてもさ、どうしようもねえんだよな。先に進むには足場になるものが必要。足場。どうやって帰るんだ僕。足場が必要なのは分かったけど、どうやって帰れんだ。さっきの道で帰れんのか、あの椅子のところで。ちょっと一回戻ってみっか。もうね、
ほぼ敵無視です。もうあいつはね、いないものとして思っていいね、こんな感じいないものとして見ていいわ。え、これ帰れる？ここに椅子もあるけど、え、帰れねえよね。え、これどうやって帰んだ？あのさっきのさ、リフォームのとこあったじゃん。さっきのっても僕にとってはだいぶ前なんだけど、あのリフォームのとこにね、足場があったのよ。あの足場だから持ってこいっていう意味だと思うんだけど、これどうやって出んだ？出方がないぞ。これどうせ出たらまた終われんだよな。分かってた分かってた。いるもんね。通れるようになってる？なってないよね。あ？ちょちょちょ、お前邪魔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 。どうやって帰んだ向こう側に。これ通れなくなるでしょ？ね、行く必要ないって言われるもんね。あれ帰れないんだけど。足場も何も。どうやって帰んだこれ。帰り方が分かんなくなったぞ。ん？お？お前そこで荒ぶってるけどさ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、来てみろ来てみろ。っていうか開けてくれお前、ここ開けてくれ、ここ開けてくれって。お前そこで荒ぶらんと。もういいわ、もう役立たねえな。みんな分かったよ、分かった分かった。なんかね、一箇所変なとこあったの。さっき死んじゃったんだけど、一箇所変なとこあったわ、行けそうなとこが。ただやっぱここで敵に見つかるとダメっぽいな。敵っていうかさ、あいつ何なんだ。なんかね、とりあえず足場が必要っていう文字は見ないとダメなのよ。だから絶対にあそこはバレずに行かなきゃダメなんだけど、ここで一回バレんだよね絶対に。ほら、ここにワープしてくんの。だからここで一回巻いて、巻いてからうまいことあの足場の方に行かないといけないんだよね。で、一個巻く方法あるんだけどさ、ここで巻いちゃうとまたここにワープしてくんだよな。ほら、あいつめんどくせえ。ここにさ、これ見て、バリケード取るってあんだよ。これバリケード取るじゃん。で、取ると、ここさ、行けんだよ。一個さ、詰まってたとこあったでしょ、行けなかったとこ。ここ行けるようになんの。これはありがたい。あ、いるな。で、ここで巻いたら、いけんのかな、足場んとこ。ちょっとここ、あ、いるな、いるな、いるな。ちょちょちょ、お前そこにいられるのめっちゃめんどくさい。あ、めんどくさい。はいはいはい。はい、見つかってるよね、見つかってるよね、見つかってるよね。違うのよ、違うのよ。お前に見つかりたいわけじゃなくて、ここね、入ってこれないっぽい。それはいいんだけどさ、とりあえずここをバレないように行きたい。ちょっと今行ける、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 今行ける。無事に帰れればなんとかなる。はい、必要ね、必要って見たら、あのバリケードから元の場所に、うちお前落ちるからだ、これ落ちたら死ぬからな、スリランカーみたいに落ちたら死ぬっていうよくわかんないゲームだから。はい、でこっから今度足場を取りに行く、あのリフォーム業者のとこだよね。オッケーオッケー、もうこいつ怖くねえからあいつもうすぐ逃げれるから。それはいいんだけどさ、リフォームのとこどこだっけ、リフォームのとこってどこだっけ、どこだどこだ。ちょっともう他のマップは把握したけどさ、リフォームのとこよくわかんねえわ。どこだっけ、家の方だったよね。家じゃねえわ。もう家って言い出してるわ、あの駐車場とか。あった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 、これだ。これをバレないように取りたい。これ取れるでしょ、取れた。オッケーオッケーオッケー。で、
あのバリケード、バリケードのとこどこだっけもう覚えてねえ。もう覚えてねえわ。バリケードどこだっけ。みんな、ここまで来たよ。ここまで帰ってきた。とりあえずここから敵巻くわ。敵を一回巻こう。はい。敵一回巻いて、で、足場持って行ってくるわ。わ、やっと進めるね。足場を持っていくときにバレちゃいけない。そこだよな、問題は。ここめっちゃむずいのよ、バレないように行くの。バレたらダメ。バレたらダメ。バレたらダメ。あ、いるいるいる。いるいるいる。よし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 、ナイスナイスナイス。いける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 よいけるよ。いけるよいけるよいけるよ。いけるよいけるよ。ステップナイス。よっしゃ、やっといけた。何分かかったんで、ここまで来るのに。ちょっと待てよ、これどう行くんだ。なんか新しい、セーブ入った、ナイス。このセーブはありがたい。え、ここどこだ。え、ここどこだ。お、この先に行く必要はない。それは俺が決める。お前が決めんだ。ここなんだ。駐車場だ。なんか光ってる。なんだ。トラックの下に何かある。細長い道具があれば届きそうだ。何がある、何がある。いや、お前絶対手届くやん、それ。絶対手届くやんか。絶対手届くでしょ。もう取って取って、あの鍵ってことね。あの鍵を取ら、なんかあるよ。あの鍵が自分の鍵。どんなところに落としてきたんだ一体。傘を拾う。なんだ傘拾う。ええ攻撃できんだけどあ、攻撃できんだけどえ、戦える、これもしかして。え、戦っちゃう。え、ちょっと一回戦っちゃう。戦えるよ、これ。おい、来い。おい。おいおい。え、ちょ、ここ視点悪いわ。ちょ、視点見やすいとこがいいな。よし、来い。おい。おいおい。おいおい。あ、勝てる。勝てんじゃない、これ。え、ちょっと待って。なんか今、なんか出た。今、なんか出たよ。車の鍵を拾うって出たな、今。なんだ、なんだ、なんだ。車の鍵拾うって出たぞ。車の鍵を拾う。あいつが持ってたのか、車の鍵を。なんで。これだ、これだよね。え、ちょちょ、追われてるからダメだ。ちょっと一回巻こう。一回巻こうね。一回巻いたら車の鍵拾えるのか、あれ。あいつしつけえな。何なんだ、ほんであいつ一体。あいつ自体が何なんだ。なんか背負ってるけどさ。え、これ負けないよ。どうやって巻くんだ。やっちまうか。やっちまおう。勝てんじゃない。よっしゃ、うえーい、うえー、勝ったぜ。え、これ復活って、なんか安定してる。え車の鍵どこ行ったん。なんか終わった。その朝、あ、その後、朝になると不審者はすでに死体となっていた。近隣住民が警察に通報し、事情聴取を受けることになった。この不審者の男はこの町に住むホームレスだったようだ。え、人ってこと。いや、もう完全にモンスターやったけど。目撃者もおらず、正当防衛も成立しなかったため、俺は殺人の罪で東京拘置所に移送された。何々、どういうこと。新聞やテレビのニュースでも大々的に取り上げられ、サラリーマンによるホームレス狩り事件として報じられてしまった。エンディング1、殺害。何それ、終わった。何それ。まあ、エンディングやったってこと。まあ、エンディング1個目ってことだよね。何、倒しちゃダメってことか。でもあれ、殴らないと多分、車の鍵を落とさないんだよね。ってことは、やりすぎちゃダメってことだね。やりすぎずに、鍵だけ取って、で、脱出のパターンか。なるほど、なるほど。じゃあちょっともう一個の、その、車脱出パターン、見に行ってみようか。だから、これを先に取らないといけない。で、なんか、あれもチェックしとかないとダメだよね。
鍵がどうのこうのってやつね。オッケーオッケーオッケー。で、どつけばいいんでしょう。この視点はやりづらい、この視点はやりづらい、この視点はやりづらいかな。こうして、はい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 、よっしゃ、車の鍵落とした。あ、待って待って、やられちゃうやられちゃう、トルマンにやられちゃう。ちょ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 、車の鍵落とした。これね、結構短めにこうショートカットで逃げとけば意外に逃げれる。今どの辺で殴ったっけ。入り口側ぐらいか。よしよしよし、大回りするとダメなんだね。ちょ、変なとこで巻いちゃうと後々めんどくさいから、ちょっとやりやすいとこがいいな。なるべく敵がこの辺にいてくれるのがありがたいね。不老者だっけ、ホームレスって言ってたね。取りたい取りたい、脱出させてよ。超ショートカット、超ショートカット、もうショートカットできてね。ちょ、お前やっちまうぞ、しつこいと、しつこいとやっちまうぞって。また同じエンディングになっちまうじゃねえかよ。ちょちょ、お前ほんとめんどくせえなーこいつ。車の鍵を取って帰りたいだけなんだよ僕は。お前と何かやりたいわけじゃないのよ。なんでお前と追いかけっこしないといけねえんだ、こんな夜中に雨降ってる中で。バカなのかな。あ、これ負けそうな音になってる。いや、そんなことねえな。あ、負けそう負けそう負けそう、これ負けそうだよ。このパターン入ったら負けそう。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってね、今見つかるとややこしいから、ちょっと見よう今どこにいるか。あそこにいるな。これ変なとこで巻くとややこしいんだよな、これ。一回こっち側に呼びてえな。うん、来てる。よし、ナイス。よしよしよし、今取れる、今取れるよ。今取れる。一瞬にして取ろう、一瞬にして取ろう。バレなきゃいいんだから。よし、取った。取った、取った、取った、取った。帰ろ、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 帰ろ。ここまた、これで死ぬパターン嫌だね。これで落ちて死ぬってやつね。帰ろ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 。傘持ってっから、もう、倒せるけどね。あ、よし、帰れる。帰れるぞ。これ帰れるぞ。オッケー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 。帰れる帰れる。うぃー、帰れる帰れる帰れる。どっち行ってもいるんだよな、あいつ。どうしようかな、どうしようかな。俺は今どこにいるんだ。そこにいんのか。いい顔してんな。まだバレてるバレてるバレてる。ちちちちち、今死ぬのはやだ、今死ぬの、今死ぬのはやだよ。死にたくない死にたくない死にたくない。ちょっと待って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 、道が分かんないんだって。よし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 、ナイス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 。こっちだ。こっちを上に行った、右の左の、いた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 。僕の車どれやったっけ、これか。これに乗ればいいんだよね。オッケー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 。ちょっと一旦離そう離そう、突き放して。シュールだなあの絵。これ追われてる感じめちゃくちゃいいな。これ乗れない、乗れないわ、乗れない乗れない、やべ乗れないわ。一回巻かないとダメだ。ここ巻くのもう慣れたからね僕。もう大丈夫よ、みんな安心して、絶対に当たんないから。なんならあいつに向かって行っても殴られないから僕。よし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 。あ、これはもう逃げれそうな音になってるね。もう音で分かってきた、ほらね。であいつが今どこいるかだよ。バレる前にコマンドが出てしまえばいいのよ。はい、来た。よっしゃ。ふう。よっしゃ。おおおお、すごい運転。
絶対お金払わんとあのバキバキって折って逃げてったよね。車脱出成功じゃない？よっしゃ来た。俺は車の鍵を見つけ、なんとか不審者から逃げることができた。車の中でもあの男の食べていた残飯の匂いが鼻について離れない。なぜあの男が自分を追いかけてきたのか、あの場所で何をしていたのかはわからない。もう二度とこのような思いはしたくないので、少し生活が苦しくなるが、治安のいい地区のマンションに引っ越すことにした。腰軽。フットワーク軽。一瞬で引っ越すんだね。新居は近隣住民の民度も良く、快適に生活することができた。それがこの絵なのね。しかし、1ヶ月くらい経った頃、知らない弁護士事務所から書類が届いた。書類の内容は示談交渉に関してだった。何でもあの時に会った不審者が傘で叩かれて顔に傷が残ったので慰謝料を払ってほしい。払う意思がない場合は警察に被害届を出す。バカ言ってんじゃねえのあいつ。と主張しているそうだ。一方的な内容に俺は呆れ返った。だよね。俺はすぐさま弁護士に相談し、この件を徹底的に争うことにした。この男との関係はまだまだ続きそうだ。エンディング3、裁判。裁判って何よ。一番最初なんだっけ、捕まったんだよね。拘置所だっけ。で裁判。なるほど。あとなんかありそうなやつあった？なんか僕見たものは全部やったような気がするんだけど、あともう一つのエンディングがわかんないな。そんななんかさ、あともうあとこれぐらいだよねみたいなやつがないんだけど、ちょっと探してみるか。みんな、変なとこ一個見つけたのよ。見て、110番通報で助けを求めるっていうのがあんの。ここだね、多分これ第3のやつ。なんかさ、車のトラックの下の鍵取ってなかったじゃん。あれだよ多分。あれを取らないとダメっぽい。なんだけど、ちょっとこいつ邪魔だな。こいつ一回巻こうか。これ、ここ入れってことだよね。あ、いる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 。ちょっとこれむずいのよ、このコントロールが。なんかあるぞ。だいたいこういうのは行きづらいところに行った方がいいよね。あ、来た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 。暴れてる暴れてる。もうめんどくせえあいつ。なんか今はそれを調べてる必要はないってなんか出たな。何があるんだあそこに。なんだなんだ、なんかあるぞ。なんかがある。今この辺でなんか出たもん。ほら、視界を遮って車線を切ればちょっと負けるっぽいなあいつ。うわ、ここで巻くのはめんどくさいぞ。ここで巻くのはめんどくさいって。どこだ？どこにいるあいつ。いや今バレたくない。いやバレた。ちょっとお前、その目の前はダメだって。目の前はダメだって。目の前はせこいって。今取れるじゃんね。何かわかんないけど何かは取れるだろう。そこにずっといるな。だから目の前ワープすんなって。あいつせこいな。こいつこっちまで引っ張ってきて、これね、なんとかあそこに入りたいな。あ、今行けそう。入れる入れる入れるよ。孫の手、孫の手って、あ、鍵ってことか。あの鍵か。あー、ちょっと待って、いけるいけるいけるかもしれん。みんな孫の手拾った。孫の手と傘って意味あんのか。この違いは何なんだ。孫の手と傘の違い。傘って取れんじゃん。傘って取れんじゃんね。あの鍵ね、あのトラックの下のあの左側のあのピカピカ光ってるやつ、あれ絶対取れるよ。なんで傘で取れなくて孫の手で取れんだ。よくわかんねえぞ。ちょっとこっちで巻いた方が早そう。こっちで巻こう。よし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 。で、あそこにいるでしょ。よし、今のうち。あいつバカだから気づかねえんだよ。
バカバカ言いすぎ。これで取れるってことだよね。オッケー。いや、お前絶対にそんなべちゃっていくんやったら手伸ばして取れた。確実に。事務所の鍵。現場事務所の鍵。現場事務所の鍵を取った。何、現場事務所の鍵って。今ならいけそう、今ならいけそう、今ならいけそう、今ならいけそう。今ならいけそうよ。なんだ、現場事務所の鍵って。ここか、ここか。いけそうだよ、今。今いけそう、今いけそう。あ、開いた、開いた、開いた。あ、OK、OK。ちょ、ちょ、閉めよう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 。閉めよう。よし、よし、ナイス、ナイス。え、今開けた？いや、開けてねえな。閉めたな。あ、110番通報ってあった、今。ちょっと、バレんなよ、バレんなよ、バレんなよ。絶対バレんなよ。早く出て。早く出て、早く出て。早く出てって。ただいま、電話が混み合っております。なんで混み合うの？次第おつなぎいたしますので。バカじゃないの、バカじゃないの、バカじゃないの。あ、当たんねえわ。あ、そうだ、こいつ当たんねえわ。なんだこれ。なんだこの待ちの時間は。警察が電話に出るまで待つか、または不審者を倒す。いや、もう倒せねえんだよ、これ。孫の手で倒せんのかな。え、ちょ、危ねえ。ちょ、めっちゃ怖い顔してんだけど。ただいま電話が混み合っております。いつ出んだよあいつ。警察。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。あ？殴んぞお前。あ、殴れるわ。殴れたわ。孫の手で殴れたわ。いや、そんなのいいから早く警察電話取って。早く。ちょっと何してんの？日本の警察優秀って聞きましたけど。ちょっともうこれ僕めっちゃ押されてんだけど、さっきから。てんててててててんてんてんじゃないんだって。早く早く早く。ちょっとあの工事現場のあのヘルメット取らへん。あれ取ったらさ、ちょっとは守れんじゃない。いや、守れねえか。あいつんで何持ってんだ、あの右手で。こいつ懐中電灯ちゃんと持ってたのか。なんだこいつ。あの右手何持ってんだろう。看板、看板で殴ってたの、さっきから僕のこと。ただいま電話が混み合っております。いつ出んねん。空き次第おつなぎいたしますので。早く開け。しばらくお待ちください。あかんのじゃ。早く出てくれな、困んのじゃ。ちょ、これ待っててなんとかなんのかな。どうしたらいいんだろう。こちら緊急通報、来た。事件ですか。事件です、事件です。え、ちょっと、あ、安定した。来た。その後警察官がやっと到着した。遅え。電話に出るのがまず遅え。不審者は取り押さえられ警察署に連れて行かれた。あいつずっとだから僕がしゃがんだ状態でブン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 振り回してたんだろうね。何でも不審者の男はこの辺で有名なホームレスで、夜中にゴミステーションやゴミ集積所のゴミを無断で持ち去り、ゴミ袋の中を開けてゴミを漁っており、その音がうるさくさらにゴミを散らかしていて汚いと自治体や区役所に苦情が寄せられていたそうだ。なるほど。車の鍵は見つからなかったが、俺は無事に日常に戻ることができたのであった。よかったね。てか車の鍵はあのおっさんが持ってたからね。エンディングに通報。よっしゃ、来たね。これさっきの電話待ちの音だよね。なるほど。まあまあ、こんな感じでエンディング 1,2,3 見ることができました。よかった。全部のエンディング見れましたね。というわけで、エピソード1の方の、エンディング3つ回収させていただきました。また今後エピソード2、エピソード3と来るんでしょう。それを楽しみに待っておきたいと思います。っていうか、この音楽でエンディング流すんだ。めちゃくちゃ面白いな、このゲーム。